望むもの。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。馬超と関水が率いる連合軍は我が軍の西の戦線を突破、領主死し、伊光殿は牢城の末廃止されました。王位、漢中の豪族王氏の娘である。幼い頃一族を清涼の軍閥に滅ぼされた。そのため清涼の馬超に復讐を誓い曹操に仕官する。一方馬超もまた復讐に燃えていた。彼の父馬頭が曹操の暗殺に失敗し処断されたのである。馬超は関水と手を組んで洛陽に進軍。洛陽の防衛に当たっていた王位は曹操の援軍と合流する。彼女に復讐を果たす好機が訪れようとしていた。王位よ、よくぞ馬超らの猛攻に耐えてくれた。今までは孫吾に備え西に兵を避けなかったが、周囲が死んだ今こそそちらを片付ける時であろう。花公園、長江、軍を編成し道館へ向かわせよ。この機に馬超らを叩き西の憂いを消し去るのだ。王位殿は敵将馬超と並々ならぬ因縁があるとか。よろしければ事情をお聞かせ願えますか。幼い頃領州の軍閥に故郷を奪われました。清涼の死神馬超は一族の敵。あの男の首を取ることが私の悲願です。だったら何としても負けらんねえな。俺らも最近は負け戦が多くてすっきりしねえんだ。ここらで気持ちよく大将と行こうや。出征は終わり、やっと会いに行けるのね。待っていて馬超、今から私がお前の首を取りに行くから。もう馬超らが攻め込んできているか。王位よ、戦況はどうなっておる。馬超、関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬超を勢いづかせてしまい申し訳ありません。
いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまねえ。 いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり、花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから、少し休んどけな。 いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああ、そう。お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍。その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、皇庫の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。各殿に何か不安がある様子。戦局打開の一手になるかもしれません。策はあるが手が足りないか。ああ、誰か手伝ってくれるといいんだが。ありがたい。では早速この手紙をただ関西に渡すだけだ。あとはあちらさんが勝手に動いてくれる。それじゃ始めようか。うまくいけば戦が一気に動き出す。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、あなたは実…おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
へい、いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。
敵の寄り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。連合しない。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。驚きました。想定以上の戦闘です。抵抗しないよ。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。抵抗しないよ。うまくいかなかったよ。ごめんね、バカ。抵抗しないよ。抵抗しない。このまま勝利を重ねる。きっと抵抗しない。その際、捨てたものではない。戦うつもりではなさそうだ。何？渡したいものがあると申すか。出してみるがいい。ほう、これは。曹操殿とは窮地の中、目は通しておこう。確かに手紙は預かった。使者としての務め、ご苦労であったな。なるほど。本日は使者として参られた。抵抗しない。消えて。敵の痛い。おい、見たか今の。釣り見た。さて、馬上様に報告しなきゃな。天霊、関水様が今将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。このまま勝利を重ねれば、きっと。この地を脅かす悪魔、俺が撃つ。抵抗しない。抵抗しない。皆奮い立て。逆の方をのさばらせてはならん。抵抗しない。抵抗しない。抵抗しない。
資格を取ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお生きまいているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅、再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ、大井よ。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにあの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは廃した。これより攻勢に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は術高よ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。
五軍の一部はすでに長江を渡って術江に進軍中。全軍で攻めかかれば孫吾の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、破色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふん、純勇よ、赤壁以降お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかに術江を制し建業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。皆十分に注意せよ。楽文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せを。そう何度もやられるわけにはいきませんからね。領州の勢いをくじき高古の憂いは立った。赤壁の借り今こそ孫権に返すのだろう。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だってたら俺が思い出させてやる。あの戦を忘れたことなどありません。赤壁の雪辱ここで果たします。この地を譲ることはできん。なんとしても俺が守りきる。もうこれ以上は無理だっての。悪いけど変更しないで。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。変更しない。敵を蹴散らせ。彼らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。彼らの進む先は誰にも阻ませぬ。ご退場いただこう。目標は決まった。いざ進軍開始。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。変更しない。変更しない。
決まった。いざ援軍開始。抵抗しない。目標は決まった。いざ援軍開始。先方だから張り切ってたんだがな、目立つ機会を盗みつけるのがしまった。ここのまま勝利を重ねればきっと。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。敵将打ち取った。おお、お前の戦並大抵ではないな。すまい、自分たちの意地今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛徳の道を開くため、貴様らを撃つのみ。結婚しない。出て。結婚しない。こんなのやってられっかってんだ。敵将打ち取った。結婚しない。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。戦場に立たん。結婚しない。バカだ、勝利を手にするまでは。震えない。瞬間の援軍を得ながら、なんというざまだ。敵将打ち取った。おお、お前の戦並大抵ではないな。すごいな、さすがだ。
勝利を重ねればきっと。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。今こそ義軍を一掃する。伏兵部隊、敵を殲滅せよ。連行しない。そうそう、この剣業にまで攻め来るとは。連行しない。何があろうと引くわけにはいかぬ。潰しちまうか。お前らついてこい。変更しないよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。変更しないよ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 。しないで。
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。抵抗しない、抵抗しない。戦え！
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。負けちゃった。神経様、守れなくてごめんなさい。決勝、打ち取れるよ。おお、お前の戦、並大抵ではないな。叩くのだ。さあ、参ろうぞ。結構しない。よっ、誤解しよう。よっ、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 よ。逃がさないわ。敵将、いい討ち取った。絶望しない。義軍がこれほど盛況と、この勢いは果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。石膏より連絡。南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しいかと。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せばまた手痛い返しを食らうことになろうな。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫後の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。赤壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。夏侯惇、長領、合肥にとどまり軍の再編成を行い。分かった。万長、孫権はまた必ず進攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよう。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫賢明、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢を求めている。息子を持つなら孫賢のようなものがいい。
何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。ふん、そうであったな。士官よ、この父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫悟を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。士官殿。父よ、まさかあなたは。魏侯の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫悟が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める破蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。毛徳、やつらはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合肥を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫悟の軍を退けられよう。合肥の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合肥は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合肥防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫悟を退けてくれ。承知しました。長文苑、神明を賭して合肥を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合肥へ立ってもらう。
残りの者は天水へ向かえ、速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫悟の大軍が合肥に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し、合肥への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を討つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇食の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにも、この地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。結婚しない。よく見て。結婚しない。私のもの。Hey!
お前らついてこい。この傭兵官は艦中の要、貴様らなどに落とせるものか。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。結構しない。目標を彼の地に定めろ。一気に落として敵の戦意を。バカな傭兵官だ。結構しない。傭兵艦という要所を抑えられた。これで戦は有利に運ぶぞ。このまま勝利を重ねればきっと。さすがの腕前です。何？この要所が落ちてしまったのか。やはり義軍に出る見込みなどないか。なんとか義の将に接触できないか。そうすれば寝返りの三段も結構しない。お返しよ。傭兵官が落とされた。嘘だろ。やっと戦線を突破できました。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。抵抗しない。天道座は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。結構しない。つとめを果たせぬとは。申し訳ございません。天頭山を抑えた。要所を取った意義は大きいぞ。歴史を打ち取った。結構しない。このまま勝利を重ねればきっと。我が軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのに。お返しよ。いよいよ来た。艦中を守るため戦わねば。結構しない。結構しない。天頭山が陥落しただなんて。もう勝ち目はないんじゃん。
せぬ。どうか神には手出ししないでいただきたい。変更しない。やったな父さん、これで冠中は俺たちのものだ。変更しない。真っ黒だったな息子よ。変更しない。死んだんだぞ。曹操殿、それがしへの寛大なる処分、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝を失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。宝徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令名以後は曹操殿の先兵として働か。うん、頼みにしているぞ。父よ、漢中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は芝忠達です。劉備は覇食の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り覇食益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておろう。この三者三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申しとご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。漢中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。加工と加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。何だと。
漢中は覇色にとって望ぶえ、わしが兵力を手薄にすれば奴らは喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば、漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため、漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれぬ。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった、漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニ、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙斎の出番ですな。うん、任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。うん、言ってくれるな。関羽を討ち、三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁あるの術高あたりがよかろうな。漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいなお前ら。ああなんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雁、花公園将軍のもと美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なーに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。はあ一体どうしたんだ急にあんなことは。さて劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。職軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。劉備殿が融資するにはこの漢中が必要。
さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地、私の命に変えても守り抜く。抵抗しない、消えて。褒美の酒盛りに破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。じゃね、ちょっくら俺が直しに行くか。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。逃がさないわ。いい気持ち。お返しよ。貫中ダッシュを前に破れるとは、なんと不甲斐ない。抵抗しない。なんで敵の大将がこんなとこに。なぜか知らねえが、ヤンゾを倒せば大手柄だ。ほら、俺は酒盛りを直すんだっての。誰か俺の周りの敵を追い返してくれ。結婚しない。お前の顔は覚えたぞ。この次は倍にして返してやる。ああ、やっとこさ連中も諦めたか。俺らの勝ちだ。みんなお疲れさん。このまま勝利を重ねればきっと。抵抗しない。派生は俺たちのもんだ。奪おうとする奴はぶちのめしてやる。抵抗しない。消えて。その粗暴な戦い方、抵抗しない。無粋ですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。抵抗しない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 。さあ、私と一緒に来て。お楽しみはこれからよ。これは、今度の舞台は向かい風のようですね。お返しよ。やってられっかよ。ここは引いて焼け酒だぜ。敵将を討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。困ったぞ、おめえ。だから、暴漢じゃねえ。
直すしかないわよ。よう、ジジイ、ずいぶんお盛んじゃねえか。もう十分だろう。俺の弓で寝かしてやるよ。抜かせ、横が息の違い、思い知らせてくれるわ。このまま勝利を重ねればきっと。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。敵将討ち取った。お見事、見せつけてくれますな。近くに敵が。みんな、義の軍勢を押し返すのだ。結婚しない。消えて。結婚しない。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。結婚しない。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。なんと壮麗な戦ぶり。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。逃がさないわ。いい気持ち。消えて。冠中を奪いに行く。無念。今は引くしかあるまい。やれやれ、やっと諦めやがったか。まあこれで一安心ってところだな。天命、帝軍山の本陣に敵襲。敵将は甲冑の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。将軍、敵将甲冑に撃たれ戦死なさいました。え、父さんが
ウス太郎。まさかそんな、ああなんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイ殿、兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。分かった。まさか花崗園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ、あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花崗園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが炎上を思い出すよ。皆に支えられ導かれ、ここまで来たのだ。開始、必ず貫いてみせる。抵抗しないで。抵抗しない。ここは通しません。私とトラ戦車が相手となりましょう。負けるかよ。ホラー相手の勝負には覚えがあるんでな。抵抗しない。重要地点が手薄になっていますね。手遅れになる前に私のトラ戦車をものともしないと。帰って教官を考えることにしましょう。抵抗しない。抵抗しないで。このまま勝利を重ねればきっと。いや立派立派。騒がしくなってきたぞ。抵抗しない。そろそろ頃はいいじゃな。
わしは引くぞ。待て、コーチ。あいつの父さんの仇、絶対逃がさない。抵抗しない。抵抗しない。星の光では押し切れんかい。無念じゃのう。この無駄のところ。抵抗しない。うちがあっただけよしとするかの。敵将、討ち取った。さすがの腕前です。あなたがいなければ今頃俺も。本当にありがとうございます。失敗は記憶に刻まれ、成功して。兄者の天下のためには艦中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に変えてもこの地は譲らん。先に行ったエレンのためにもな。抵抗しない。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よし、ここで防御体勢を取るのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よくやった。お前こそ真の三国武装だ。敵将、討ち取った。きっと酒が残ってたかよ。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやる。敵の引くか。このまま勝利を重ねればきっと。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。抵抗しない。
に冠中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。逃がさないわ。よっ、消えて。いい気持ち。なんと壮麗な戦ぶり。高層に仮の地を追われると、抵抗しない。私たちの道はまだ終わりではない。敵将討ち取った。抵抗しない。繁盛が関羽の軍に包囲されました。抵抗しない。抵抗しない。ここまではわしの絵図通り。だが冠中にもう用はない。抵抗しない。なんとそういうことですか。冠中を餌に関羽を連れた。さすが曹操殿だ。冠中の戦はここらが潮時であろうな。宗人、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花光炎殿のように死の本分を全うせん。書こうとも、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、毛徳、お前は休め。短期間で関中と合肥の間をチョークし連戦したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと、縁も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。毛徳には戦勝の報と外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。関中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら関中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を打つべく進軍を開始。狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し打ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は
慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関羽の動きは間違いなく劉備の漢中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば燕の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を猛徳に見せねばならん。ははなるほど、話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。関中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないようだ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わったものから順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに宗神殿らが先行なさったとのこと。拙者もすぐに追いかけ申す。待っていろ猛徳、関羽は俺が必ず打ち果たしてくれる。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたようだ。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。なんとしても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗神殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ報徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだが、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や賛意を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。右近殿、しかしこたびの報徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。残言で軍旗を乱すならばこの場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ右近殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託され、またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたもの。なればそれがしもここを死地と思い定め戦う所存。報徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。
さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手にとってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず安城に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は打たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻め来る関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つ。関羽は我らを防ぐべく前線にいるようです。厳しい戦況だが何としても勝たねば。ここは私のもの。思い知らせてやれ。葬儀にはもう従えぬ。山賊と手を組んでても反旗を翻さん。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。抵抗しない。
くに見せられるとは。抵抗しないで。敵将討ち取った。抵抗しないで。このまま勝利を重ねればきっと。ここは私のもの。にはいかぬ。関雲長参る。抵抗しないで。敵ながら見事。ここは官兵に任せ、体勢を立て直さない。今は引くしかあるまい。義の盛況さ、侮りがたし。策を考えろ。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。氾濫し、水が溢れれば被害が出る。すぐに修理した方が良さそうだ。承知しました。修理に取り掛かります。Yeah!
で来れば大丈夫です。ありがとうございました。申し上げます。包みを進めて修理しました。よくやってくれた。これで安心して攻めることができよう。強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引けぬ。皆気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。前線に兵糧を届けたいが、ここから直接運ぶには遠すぎる。ならば幕城の周宗堂に兵糧を送れ。結婚しない。そこから前線に届けられるだろう。結婚しない。失敗は記憶に刻まれ。結婚しない。成功してよかった。お見事、見せつけてくれますな。結婚しない。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。結婚しない。結婚しない。よく知らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。繁盛を守りきれなかった。結婚しない。これで終わりではない。敵はあえて引いたようにも見える。君は結婚しない。ひとまず城は奪回できた。結婚しない。結婚しない。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも宝徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。不分足、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機か全ての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において上官の命令は絶対だ。方便は認めぬ。あなたという方は各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。はっ。
どうしよう。まさかあの雨金将軍まで降伏しちまうなんてな。どうなるんだろうな俺ら。このままじゃ飢えて死ぬか病にかかって死ぬか、はあ、いっそ溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは自分の首一つで。おっとお待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか。ええ、一つとっておきの手があります。それは諦めないことですよ。必ず援軍は来ると信じ戦い続けることです。どうです、秘策ではありませんが無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたか。さあ手中に勝つ求めてみましょう。うん。皆、気力を奮い立たせよ。我ら神器を束ね、この逆境に打ち勝たん。徐孔明、援軍を率いて三条を捕まつった。宗神殿、ご無事でおられるか。おう、徐孔殿。ああ、よかった。待っていたよ、徐孔殿。君が援軍とは頼もしい限りだ。宗神殿も万長殿も、ご無事で何より。よくぞここまで持ちこたえられた。炎上に援軍を待機させており申す。こちらの動きと連動すれば形勢も覆せよう。はあ、ありがたい。しかしこの繁盛は完全に包囲されていたはず。貴公はいかにしてこの城内まで参られた。確かに敵の布陣は完璧でござった。しかし一点だけほころびがあり申した。そこをつきまかり越した次第にござる。ほころび、それはもしや。ええ、宗神殿のお考えの通りでしょう。おそらくそれは宝徳殿が切り開いてくださった活路かと。ならばそれを無駄にするわけにはいきません。私たちも死力を尽くし炎上の友軍と合流しましょう。中から悪夢のような状況が続くな。しかし安城の兵らは宝徳殿が示した生き様に士気を上げてござった。攻勢の機を得れば一気に状況を覆せましょうぞ。機か、ならば今がまさにそれであろう。守義法、両毛将軍の名代として申し上げます。我ら孫悟の軍は高陵に展開、関羽の退路を塞ぎました。そう士官だ。
命を違えぬ動き、我が父宋孟徳に代わり礼を言う。いやはや情勢は目まぐるしい。今新しい情報が入りました。関羽は繁盛の包囲を中止、成都方面へと撤退を開始したとのことです。ふん、どうした関羽め。孫吾との同盟が破れたと知り潔く引くか。いや、今まで慶州を抑え続けてきた関羽のこと、不利だからと兵を引くなど考えにくいかと。それならばまず益州に援軍を要請するはずです。おそらくは何か理由があって戦を継続できなくなったのでしょうな。例えば兵糧が尽きたとかでしょうかね。ふん、理由などどうでもいい。奴を逃すわけにはいかん。すぐに追うぞ。守義法と言ったか。我らはこれより関羽を討つ。孫吾も連携して攻め立ててくれ。承知しました。こんな雨では家計もできませんが、孫吾の機嫌にて関羽を押し包みましょう。行くぞ。今こそ関羽との因縁に決着をつける。殿の道を切り開くため、軍神関羽を討ち果たす。木の衝突で城壁を守った甲斐があった。浸水の影響を少し軽減できた。水系の火を少し防ぐことが。お前たちはここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。そう、でもごめんなさい。おかげよ、あなたたちはここで撃たせてもらうわ。援軍として参りました。これより関作様に加勢いたします。援軍を呼んでいたなんて困ったわ。父上のお役に立てなかった。わしはなんと未熟なのだ。敵を止められなかった。敵みんなの力になれなくて現状しない。このまま勝利を重ねればきっと。鮮やかなお手並みですね。お見事です。軍神の子がぶ閉じ込みよ。抵抗しないで。
のまま勝利を重ねればきっと。でこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった、いざ。全く長い付き合いだった。
か。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろうが、どこまでも敵であったならば、やつもわしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。うん。だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなろう。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、ひとたる身にはかなわぬ夢よ。いや、だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ。士官をどう見る。わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが、目指す先は殿とは異なっておいでかと。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということよ。今は一魂去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、
結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ。宋孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。そのこたる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宋家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。宋分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。宗妃殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。順当に宋孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上というべきか。殿の上？それは一体？つまり宗妃殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためには、それが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝にはしかるべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宋士官による新たな世が始まるのだ。漢王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。宋家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度宋妃様が帝になられるらしい。え、今の天子様はどうなるんだ？まさか。宋妃様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。バカか、誰が好き転んで禅譲するんだよ。宋妃様が圧力かけてそう仕向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご子分が疑われないため。宗妃様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。宗妃殿、受禅台の準備が整いました。受禅台か。そこで帝から私に帝位が禅譲されるのだな。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですな。
このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと。早急に手を打たねばなりますまい。中達の言う通りだ。葬儀ひいては新たな天下の安定のため、私の即位に反対する者は排除せねばならぬ。関羽が死に五色の関係が硬化している今こそ、義の内を改め体制を固める好機を。万事速やかに進むよう手を尽くせ。定位につく妨げとなる者を排除する。どんな些細なことも見逃すな。帝に近い者が宗妃殿の屋敷を襲う、そんな不穏な噂を耳にしました。自分がいる限り襲撃など許さぬ。我が身を盾とし、この屋敷を守り抜かん。陛下をお守りするためには戦うしかない。我らは逆賊、宗妃を討ち果たす。記憶に刻まれ、成功してよかったわ。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。落葉に流れる不穏な噂をご存知か。宗妃殿が帝の暗殺を企んでいると。ああ、職の患者が流したものだろうね。見過ごせないな。私たちで捕まえようか。you
なんだか怪しい人がいましたよ。周りを気にしつつその道の奥へ消えました。ああ、物騒な噂なら俺も聞いたよ。あっちにいる人がみんなに話してくれたんだ。までに得た情報を分析すると、うん、患者の居場所はおそらくあそこだ。今までの情報から考えると、職の患者はあの辺りにいるのでは。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかったわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。うん、即位の障害となるものは排除できたか。職の患者は撃退した。上々の成果よ。即位に反対する帝の配下は撃った。これで抵抗は無駄と思い知ったであろう。もはや私が帝位に上るのを阻むものはない。今こそ時代を切り開く時だ。陛下、ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。はあ、忠達よ、お前に問う。なぜ父は
宋孟徳は義王であった。望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。そのためには官室の護持と復権こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。ふん、一度は腐りかけたものであってもか。未知の可能性より見知った安らぎを求める。人心とはそのようなものでありましょう。ふん、いい問答だった忠達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。劉備が食帝を名乗り、そのまま間を置かず呉へ攻め込んだそうですね。なんと不届きな。こちらには禅譲を受けた義弟がおわすというのに。しかも即位後すぐに戦をね。それも葬儀の禅譲に反旗を翻すでもなく、呉に向かって軍を起こして。劉備は関羽を討たれ支援に囚われてしまったのね。冷静ではいられない。わかるわ。士官だ。いや、陛下。士官でいい、分裂。諸君が呉に攻め込んだか。この戦、劉備は大敗を喫すことになろうな。え？それはなぜですか？諸君の陣容を調べさせたが、奴らは医療の地形に沿って陣を長く連ねている。分断せよ、奇襲せよと言っているようなものだ。諸葛亮なる男は戦に出ていないようだな。あるいは劉備が諸葛亮の言を聞いていないか。怒りに染まるあまり仲間を危機にさらしていると気づかないのでしょう。とても痛ましいありさまですわ。ふん、痛ましかろうが我々にとっては好機よ。出陣の支度をせよ。この私自ら職を滅ぼしてくれよ。お待ちください。士官殿は今や帝、危険を冒してご申請なさることはありません。ふん、その帝に意見するか。申し訳ありません。よく考えもせず差し出がましいことを。いや、お前は私の身を案じて意見した。それを責めはせん。だが座しているだけの帝では国を滅ぼす。私はそのような愚を犯しはしない。義の帝は官の帝とは違うことをこの神聖で示すのだ。諸軍は医療で大敗し、劉備は白帝城にて没したとのことです。今この機に乗じ、五方面から軍を動かし諸を滅ぼすべきでしょう。五方面とは、なんと壮大な計画だ。また諸との対決にあたり、洛陽への戦闘を進言いたします。
連絡、兵站など軍政の上でも有効でありましょう。よかろう。諸討伐の対抗も戦都の剣も中達に一任する。御意にございます。諸君らは外邸へと向かい、次の指示を待つのだ。諸討伐も戦闘も理にはかなっていよう。だがなぜ陛下は芝居殿の言ばかり。このままでは葬儀は芝居殿に牛耳られてしまうのではないか。これより職を討伐する。中達、状況と策を述べよ。はっ。劉備死後、職の国政は諸葛亮が担っております。その諸葛亮が病に伏しているとの情報が入りました。しかも劉備の後を継いだ劉禅には人望がなく、職の人心には不安が広がっているとのことです。つまりは諸の内情は危機的状況にあります。この機に我らは呉方面より諸に攻め入り、これを打ち滅ぼす。それがこの戦の対抗です。軍の第一は陛下率いる主軍、第二は南中の猛閣、第三は羌族、第四は上陽の猛達、そして第五に孫悟の軍。芝居殿、呉の孫権は本当に動くのでしょうか。蜀が滅びれば次は自分たちと警戒するのでは。その通りだ閣外。ゆえにこの蜀討伐は同時に孫悟の出方を図る好機でもあるのだ。我らの要請にどう応えるか、孫悟の真意をじっくり見定めるとしよう。おお、さすが芝居殿、そこまでお考えとは。では早速私は出陣準備を整えてまいります。これで諸君が滅べば芝居の権限はますます強くなるな。我らの立場もいよいよ危うくなろう。なんとかならんのか。何、簡単なこと。病などを理由に兵を出さねばよいのです。全てが思う通りにはならぬと奴に教えましょう。劉備なき今こそ蜀を滅ぼす好機。中達、お前の知略を示すがいい。はっ。目指すは成都。呉方面から包囲し一息に畳みかけます。あんな奴に何ができる。
失敗する様を高みから見物させてもらおう。新たなる帝のもと、義は安定しております。内憂を片付けた甲斐がありましたね。結婚しない。おかげで外にのみ目を向けられる。今はただ職を滅することだけを考えよう。私が守る。そう、父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。けどこちらも引くわけにはいかないんだ。番長殿、ご無事か。女性捕まつる。抵抗しない。抵抗しない。父上の志を果たせなかった。私が未熟なばかりに。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。抵抗しない。抵抗しない。抵抗しない。義軍を通しちまうなんて。すまない、みんな。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。
とあなたたちのためでもある。進軍せよ、惑わずひたすらにかけるのだ。逃がさないわ。ゲテル、いい気持ち。お返しよ。私が追い返せればよかったが、やはりこうなってしまったのか。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ職軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。義弟自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと、どうか聞いてやってほしい。何、諸葛亮だと？病ではなかったのか？我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も呉に手回しを。我らは今全軍で蜀を攻めています。呉に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか、申し訳ございません。陛下、忠達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば、今頃蜀は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは蜀だけではない。私もお前も手を焼くな。はあ、まあいい。蜀を滅ぼすことはできなかったが、孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。の命を破棄されるのですか？当然だ。関を打つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び蜀と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけである。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな、忠達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る、裏切られるなどと考えるのだ。慶軍、感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。
乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。王位の執念が蜀軍をあと一歩まで追い詰めた。だが諸葛亮の策と五色同盟の復活により侵攻は失敗に終わる。王位もまた馬超を取り逃がしてしまった。都洛陽に戻った王位は一人夕日を見つめる。勝利したにもかかわらずその背中はどこか寂しげであった。大井殿の活躍で我らは無事撤退できた。今宵はそなたをねぎらうため酒席を用意しよう。ならば皆私についてきてくれるでしょうか。もちろんだ。最後は大井殿一人にならぬよう猛者たちを揃えると約束する。それは楽しみです。この渇きいつ癒せるのかしら。もう会いたくてたまらないわ。私の悪夢は覚めない。唯一望むものをこの胸に書き抱くまで。